こんにちは皆さん。で、今日からですね、メダルラッシュがまた来ました。パーティーはこんな感じです。キーラーリーダーとして、寿司屋はこんな感じです。で、フェブルスを使います。ラベルド。マーレベル。で、最後に、エルザ。はい、入れましょう。メドクラス4で、最後に。はい、キラーフレンドはこれしかないので、入れましょう。はい、じゃあ、出撃、GO! で、これでさ、すぐ終わられるんです。まっすぐボスのところに行って、で、あ、もう終わったんですけど、もう一回やりましょうか。まあ、こういうこともあるんですね。うん、でも、4人がいれば、せめて、これでも、メダルが30以上は超えるのかな。はい、33枚です。はい、悪くないんです。けど、もっとね、星4か星5ゲットできたら、メダルが40枚以上はもらえるんで、あれは狙いんです。はい、同じキラーフレンドでやります。あ、いいね。クエスト開始から15秒か。ちょうどいいんです。これは完璧かな。はい。最初には、ブシニア君を使います。キーラーとラベルド BB です。ラベルドの BB で、防御アップと非ダメージ時、ビーゲージが増加。がついてる。これで、はい、これでみんな、2段目に、みんな、BB、打てるようになります。こんな感じです。いいね。はい。これです。うん。まあ、最初に、ラベルドの BB だけでも OK なんですけど、武士に約1個だけで。だけど、キーラーのクリティカル率アップがあれば、フェブロスの始めからもう、クリティカルチャンスがもうあるんです。これで C4 ぐらいは取れるはずです。はい。まあ、武士に約2個は使うんですけど、価値はあると思う。さっきより、メダルが9枚増えたんですね。うん、これでいいんです。うん、はい。まあ、これは私のやり方なんです。メダルラッシュ。このパーティーが、まあ、今でも結構いいですね。まあ、グローバル版だったらちょっと違ってくるんですけど、ハダロンとかいるから。まあ、日本版だったらこんな感じです。はい。はい、それでいいです。メダルラッシュに頑張ってください。これはすごく優秀なイベントなんで。うん、はい、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバイ。アニマ。パンチ。